皆さんこんにちは。ドラゴンクエスト10オフライン版、こちら購入されましたか？おそらくオンライン版プレイしたぜっていう方は過去に多いと思うんですよ。ただこの度ですね、リメイクってわけではないんですが、若干仕様の変更を伴ってオフライン版が満を持して発売いたしました。いやーこれね、本当に面白かった。結論から申し上げるとかなり面白かったです。ゲームの舞台は5つの大陸から構成されるアストルティア。そしてアストルティアには人間の住むレンダーシアを中心に様々な種族が様々な地域で暮らしております。そこから物語が始まっていくわけですね。そしてそこからは従来のドラクエと同様で、どん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 ダンジョンをクリアしていくと、まあ、そのようなゲームになってます。ですので良くも悪くも従来のドラクエとそこについてはブレていないと、変更点はないと、まあ、そういった形になっております。ちなみにドラゴンクエスト10オンライン版に関しましては2013年に Wii U などで発売されました。でその後数年経ってからプレステ版も発売されました。なんかそう思うと結構昔のゲームではあるんですよね。約10年前のゲームとなっております。ちなみにオンラインゲームとしてはナンバーワンクラスのゲームじゃないか、最高のMMORPG じゃないかっていうことが言われてます。でそれをこの度オフラインとして開発し直したと、まあそのような作品になっているわけですね。ちなみに現時点ではバージョン1までプレイすることができまして、公式からも告知がございましたが、今後のダウンロードコンテンツでバージョン2の眠れる勇者と導きの盟友まで追加されることが確定しております。ただ一方でこちらに関してはダウンロードコンテンツ、こちら購入しなければプレイすることができませんので、そこについては注意が必要ですね。まあこのことからわかる通り、一応オンライン版がですねベースにはなっているんですけど、オンライン版プラスアルファっていうより、どちらかというとオンライン版が分解されたみたいな、そのようなゲームになっているんですよね。ですのでボリューム不足、そのような意見が今ネット上ではかなり話題となっております。っていうかさ、そもそもなんでダウンロードコンテンツで眠れる勇者と導きの盟友追加するの？いや初めから追加しといてくれよ。そのような意見もたくさんございました。多分これに関しては多くの方が思ってるんじゃないかな。実際にオフライン版やってみた方からしてみると、ちなみにオンライン版では主人公が一人だけ、まあそれプラスオンラインで仲間を募っていく、まあそのようなゲームだったわけなんだけど、今回オフライン版っていうことで、もちろんですね、オンラインにつないで仲間を募るみたいなことができませんので、パーティーメンバーに関しましては、従来のドラクエみたいな感じで、メンバーが増えていく形式になっております。ですので、まあそれこそ、まあドラクエ9とか8とか、まあそんな感じで、パーティーメンバーがどん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 順に増えていきますよみたいな感じの一般的なドラクエの内容に変更されておりました。まあオンライン版に関しては、いい意味でも悪い意味でも、あまりドラクエっぽさってなかったんですよ。ドラクエってさ、一人で淡々と遊んでくってイメージがとても強いんだけど、当時のオンライン版は本当にマルチプレイ前提で、主人公以外は仲間いないみたいな感じでしたからね。なのでこういったところはですね、逆に高評価な点なのかなというところ、まあ、特に従来のドラクエが好きだぜっていう方にはかなり受けがいい内容なのかなと思いました。うん、自分もですねこっちの方が正直嬉しかった。なのでここは本当にいい点かなと思いましたね。あとキャラデザがですね、全体的にかなり可愛くなってます。これに関しましては9とかもそうなんですが、最近ですねなんか大人っぽいキャラクターじゃなくて、子供から大人まで楽しめる、まあそういったキャラデザインになってるのかなと思いましたね。なんか本当に見た目が可愛らしいですよね。なんか昔のドラクエと全然違うみたいな感じですよ。なので割とですね、万人受けするそのようなキャラクターデザインになってるのかなっていうところ、まあいい意味でもですね、従来のドラクエとはちょっと違うところがあるのかなっていうところ、まあそれこそ 3DS 版で歴代のドラクエ多数リメイクされていますけど、まあそこと似たような雰囲気になってますね。まあこれもおそらくスクウェニさんの、まあ、戦略の一つかなとは思うんですが、まあそのような形になっております。さあということで話を戻していきたいわけなんですけど、仲間がですね、まあどん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 パーティーメンバーとして増えていくと、まあそのような話をさせていただきました。ただ一方でここがね問題点かと思うんですが、なんだろうな、仲間とのストーリーというか、仲間がねとにかく空気すぎるんですよ。なんか従来のドラクエみたいな
その仲間との絆みたいな、そのようなストーリーがあまりなかったんですよね。まあ一応あるっちゃあるんだけど、ないに等しいみたいな感じかな。まあそれこそドラクエ7とかと比べるともう全然違うみたいな感じですよ。まあどちらかというとダンジョン探索であったりとか、フィールド探索、そこに重きが置かれてまして、あまりストーリーにはですね、重きが置かれてないのかなっていう印象を受けました。まあ最近のゲームだと珍しいですよね。まあ逆になんかストーリーに重きを置いてるゲームって結構多いんだけど、このゲームに関してはあまりそこに重きが置かれていない、ウェイトがね低くなっているのかなと思いました。まあしかもほとんどですね、旅の途中で会話もなかったし、とにかく淡々とクリアしていく、そのようなゲームになってました。ですので、まあキーエンブレムっていうものをですね、今回集めていかないといけないんだけど、それを集める過程で結構孤独でした。おそらくこれに関しては同じような感覚を抱いてる方多いんじゃないかな。なんか思ってるっていうより、なんか昔のドラクエをやってる方からしてみるとちょっと違和感があるかなみたいな感じ。まあいい意味でも悪い意味でも、まあ戦闘が楽しめるし、かつフィールド探索が楽しめるんで、まあいいっちゃいいんですけど、なんかちょっと違和感があったかなっていうところですね。ただここに関しては不満点に感じている方かなり多いみたいで、賛否両論となっております。そして敵の強さが一定なんですよね、今回のゲーム。まあおそらくですね、これに関しては初心者の方の救済みたいな、まあそういった意味合いもあると思うんですが、難易度がかなり低くなっております。びっくりするぐらい低くて、まあ例えば RPG ってさ、どこかでつまずく場面って必ずあると思うんですよ。普通にクリアしてっても、あ、この敵ちょっと強えわ、やばいかもしれないみたいな場面がいくつかあると思うんですけど、このゲームですね、終始プレイヤー側が優勢となっております。とにかく有利なんですよ。レベリングしなくても簡単に倒せてしまう。結構適当に殴ってるだけでも簡単に倒せてしまう。まあいい言い方をすると、ストレスなくストーリーを進めることができる。まあそのようなゲームになってます。とにかく敵のレベルがですね、プレイヤーに対して低いんですよ。もしかすると中には RPG が苦手だからレベリングしないと厳しいかもという方がいるかもしれませんが、普通にプレイする分にはレベリングっていう概念は必要ないのかなと思いました。まあそれぐらいですね、難易度は低くなってます。歴代のドラクエの中でもかなり難易度が低い方じゃないかな。まあそのようなゲームになっておりまして、まあちょっとですね、そこがまあ仲間が空気すぎるというところもそうなんですが、不評な点につながってるのかなというところです。まあ個人的にはですね、サクサクプレイ好きなんで、難易度が低い、まあそこについては個人的に問題はないかなと思ってます。ただ中にはやっぱりですね、難易度がもうちょっと高い方が燃えたみたいな人がいるみたいで、まあそういった方々からしてみるとちょっと厳しい評価がついていると、まあそのような状況になってます。そしてこの度ですね、ダンジョンが大幅に変更となりました。皆さんご存知かと思いますけど、そう、ダンジョンがですね、オンライン版と比較すると、なんだろう、まあ、小さくなったってわけじゃないんだけど、多分ですね、縮尺が変更されたんじゃないかなと思いました。それなんですよね。まあ、全体的に見やすくなりました。あとですね、迷いにくくなったかな。まあ、全体が見渡せるようになったので、まあ、すごくですね、ダンジョン探索しやすくなったんですよ。ここね、本当に、いい点だなと思いました。中にはここも不満だって感じている方がいるかもしれませんが、これね、個人的にはかなり良かった。ドラクエってさ、結構ダンジョンが複雑で迷ってしまうことが多々あるんですけど、今回のダンジョンっていうのは、ほぼ迷わないように設計されていて、とにかく見やすいんですよ。進みやすい、遠くが見渡せる、そのような利点がございます。で、なおかつモンスターもですね、今回シンボルエンカウントになっているわけなんですが、かなり小さく設計されてます。ですので、自分のタイミングでモンスターと戦うことができるし、で、モンスターに強襲されて、強制的に戦闘になるみたいな、そのような展開も少なくなっているんで、まあそういったところはですね、さっきの敵の強さが一定というところにも被ってきますが、ストレスがないように設計されていました。ですので、まあどちらかというと、ドラクエ初めてやりようという方、初心者の方はかなりですね、ありがたい設計になっているのかなと思いますね。難易度も低いし、あと見やすいし、あとダンジョン探索も面白いし、まあ、ちょうどいい RPG って感じかな。まあ、逆に言うとベテラン勢からしてみるとちょっと厳しい内容になってるかもしれませんね。逆にオンライン版の方が良かったわっていう方も多いかもしれません。あとですね、ちょっと気になった点としましては、ロード時間がですね、かなり長かった。
まあこれに関してはですね、ゲームのボリューム的に仕方ないところがあるかもしれませんが、ロードがね思ってるより長い。まあちょっとねこれは気になった点かな。まあ最近のゲームだとやっぱりロードが短くなってるからさ、ここはねちょっと気になった点ではありますね。あとカメラの高さが変更負荷っていう点、まあ正直今回ですね UI UX 大幅にオンライン版と比較して見直されておりますので、かなり見やすくなってます。ただプラスアルファでできれば、なんかカメラの高さの変更とかもできればよりやりやすくなったんじゃないかなと思いました。まあそれぐらいですかね、うん、個人的な見解としては。ただ冒頭でも言った通り、このドラゴンクエスト10オフラインすごく面白いゲームですので、特にですね RPG を初めてやるっていう方にはかなりおすすめのゲームです。あとはオンライン版スルーしたけど従来のドラクエみたいな感じだったらプレイしたいわっていう方にもおすすめかもしれません。ただ一方で昔の作品と比較するとストーリー性が若干薄くなってしまっておりますので、そこのところは注意が必要かな。まあドラクエといえばやっぱりストーリーって感じがするんですが、ただストーリーらしいストーリーは一応あるんだけど、やっぱり昔の作品と比較するとちょっと薄いかなっていうところは否めませんね。まあそこが今回の感想ですかね、正直な。まあ忖度なしの感想としましては以上となります。はい、ということで今日の動画はこのあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもドラクエ動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。